はい、皆さんこんばんは、ポッキーです。スマホアプリ実況プレイやっていこうと思います。今回あるゲームはこの2つ。左のやつはいつものやつです。はい、いつものホラーゲーム。前回の続きなので、前回のパートを見ていない方は前回のパートからぜひ見てください。動画概要欄に動画の URL を貼っておきます。はい、そして右はね、リスナーさんに教えてもらいました。このアプリ面白いよということで、早速やっていこうと思います。はい。あ、ちょっと待って。まず音量を出して、よし、やっていきましょう、では。さあ、楽しみですね。面白いアプリ。お!なんだこれは一体。全然わかんないぞ。音出てますこれ。あ、出てますね。よし、じゃあやっていきましょう。ん?あ、これはキャラを変えれるって感じか。今ヒーローしか使えない。いや、まあ、ヒーロー使えたら十分だよ。俺ヒーローだし。ゲームモード。なに?お、すげえいっぱいあるゲームモード。これはなんだ?なんかエイリアンみたいなやつ乗ってる。これは手でタッチ。声?声で操作するのこれ。タップ。じゃあまあ、最初のこれからやってみるか。どんなゲームなんでしょうね。ホールド。おい。なんだこれ。ちょ、待て。ちょ、待て。ああ!そういう系ね。そういう系ね。いつぞやの。ちょっと待って。いつぞやのフラッピーバードっていうゲームあったじゃないですか。あれみたいな。あ!来た!いって!ああ。やべえ。ああ、やばい。ああ、押しちゃった。ちょっと待って。やばい。このすぐに押してしまう広告を。でも、1ハイスコア来た。いや、難しい、これ、マジで。ちょっと待って。はい、はい、よし、来た。で、ぐっ。2、来た。2でこんなに嬉しい。ちょ、待って、これ、マジでむずい。なんだ、これ。あ、すぐに死んでしまう。こういう系ね。あー、ちょっと待って。あ、来た。掴んだ、掴んだ。掴んだ。2、3。あはは、惜しい。でも3。ニュースコア。よし。あーもう。1。いくぞ。背景がなんか細かく変わりますね。細かい。いやーちょっと待って。ヒーローなのに弱い。まあ、ヒーローでもやっぱこの壁に当たると死ぬってことか。なんでこんなに飛びにくいんだ。ヒーロー !3! 来た来たあはは !4! よし。だんだん。あーだんだん。油断したらすぐ。ダメだ。あー夕方になってる。背景が。よし、いいぞ。よし。いいね。いいよ。生きて。6か。あー、なんで。おい。来てる。あと2、あと2、え、あと1。やっと。おい。なんで止まったんだ、今、スマホ。一瞬止まったよね。スマホのせいにしないけど、なんかヒーロー上向いてる。ということで、11。やったぜ。みんな越せるかな、これ。簡単そうに見えるけど、だいぶ難しいぞ、これ。ちょっといろんなモードやってみようか。はい、続いてですね、こっちの声で操作するモードをやってみようって思ったんですけど、なんかこれを起動すると、録画ソフトが落ちるっていうね、謎の現象。本当にこれを起動した時だけ落ちるっていう謎の現象だったんで、皆さんまあ無料なんで、こちらの方は皆さんで撮ってみて、多分声であーとかいいとか、ポッキーとか言ってこう、多分こう、操作するんだと思います。はい。それぜひやってみてください。ということで、俺はこのタップの方やってみるか。あんま変わんないと思うけど、あ、これはもうまさにあのフラッピーバードみたいな、あの緩い鳥のゲーム。あれと一緒ですね。これはやりやすくもないな。ちょっと待て。1しかいけないんだけど。よし。でもね、若干フラッピーバード違う。あー、押しちゃった。すごい押してしまう広告を。フラッピーバード若干違いますね。なんかね、フラッピーバードより上によく飛ぶ。よし。あば。オッケー、いいよ。乗ってきた。あはは。ヒーロー4枚目で死ぬっていう。いいね。これ10超えたでしょ。その、なびいてる、マントに、思いを込めて、今飛んでおります。あーっ !13 かー。でもだいぶいったでしょ、これ。いや、簡単そうに見えるけど、これ結構難しい。これは何でしょうね。なんかエイリアンみたいなの飛んでるけど。なんだろう。うわあれ?なんか今いたな。なにこれ?避けていくのか。難しい。ちょ、難しい。あ、いや、これマジで難しいぞ。楽しい、一番。いや、神ゲー、神ゲー来てる。あははマジか。よし、いいぞ。いいね。これ何なんだろうね。このボタンみたいな。ちょっと。
でもなんかゼリーっぽく見えますよね。メロンゼリーみたいな。メロンゼリーが飛んでるっていう。6。どうだ。痛い。結構いい記録を出た後になんか変な感じになってしまう。ちょ、最後に、この声、もう一回試そう。でも落ちるんだよね、多分。落ちたら、次のゲームに行きたいと思います。頼む！あー。はい、やってきました、このゲーム。3日目の夜です。やっていきましょう、早速。まあ、このゲームはね、もう3回目です。はい。なので、前回のパートを見てから、ぜひ見てください。どういうゲームか、わかると思います。さあ、始まりました。ピザ屋でのバイト。いやー、今日はね、うお、早速動いてる。もう動いてんだけど、ちょっと待って、早い。展開早すぎる。てか、もういねえじゃん、本当に誰も。マジかよ。なんだよ、あの顔。素晴らしい顔だな。写真を撮ってやりたいよ。スクショ1枚と、あ、今移動してる。多分今 1C にいるない。なぜ？どこ行った、あいつ。今いたか？これか？この奥か？よし、まだ動いてないぞ。あんまり見ないでおこう、カメラは。よし。さあ、始まりました。夜のバイト。さあ、どっから来るんでしょう？敵は一体。一体敵はどっから来るんだ？来ないですね。はい。でももうハロウィンだね。街の人もいっぱいコスプレしてるもんね。ハロウィン仮装か。してるもんね。いつになったら君は仮装するんだい？うん、君はいつまで経ってもそのままだね。うん、変わらない君が好き。いや、好きじゃない。大嫌いだ。君のそのぬいぐるみ姿大嫌いだ、本当に。どうしよう。まだまだ大丈夫っぽいですね。もうちょっと待ちましょうか。まあ、動き出すのは多分、3、4時くらい。でも予想いなくなったな。どこ行った？もう来てるのか？近くまで。そんなわけないよな。そんなすぐ来ない。待て。音がするぞ。大丈夫か？やばい、電気つけてもいいじゃない？大丈夫か？まだ2時なのに 60% を切ったぞ。どうしよう。ポキさんピンチです。まあ、1体しか動いてないからな、まだ。いる！まずい。絶対来てる。近くまで。やばい。来る来る来る。来るぞ。来る。ちょっと来る、マジで来る。どうしよう。やばい。どこ行った？いるいるいる、よしよし。確認した確認した今。まだ来ないよ。大丈夫だよね。いるね、いるね、ここにいるね。OKOK。まだ大丈夫。落ち着こう。一旦落ち着こう。いるね。奥のやつ警戒。いない。奥のやつまで動き出した。これは、こう右のやつに気を取られてると、左から来るっていうパターン。よくあるパターンですね。いやー、まずいな。そういうターパンね。あ、パターンって意味です。あ、動き出した。どっち動いた？いや、近い。もうすぐ多分覗く。どこ行った？大丈夫？いや、右からしか来ないよね。やっぱ4時だ。4時はなんか死の時間か、それとも幸せの時間か、苦しむ時間か。案外来ないよ。やばい、あと 20% か。どうしよう。近い。うわー、いい目してるね、その瞳。その瞳は、なかなかいい瞳だ。君はそんな人を襲うやつじゃないだろう、実は。なあ。正直に言ってみろよ。お前はいいやつだ。前人助けもしてたじゃないか、街中で。困ってるおばあちゃんがいたら、階段でキャリーバッグを持ってあげてさ。見てるぜ、お前のこと。だから襲ってこないで家帰って、お風呂入って寝ろ。ちょ、マジ勘弁して。怖いんだけど、あと 12% しかないんだけど。あ、動き出した。まずい。来る、絶対来る。左は捨てよう。右だけ警戒。いる、いる、いる。大丈夫、落ち着いて。ポップコーンあげるから。キャラメルのやつだ、しかも。キャラメルとチーズが入った美味しいやつだ。それあげるから。だから帰って、今は。お風呂入って寝ろって。あと 4% しかない、充電。どうしよう。大丈夫かな。でも、もう、うわーって、こっちも来てる。え、どうしよう。おわ3日目クリアー、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。4日目が始まりました。いやー、これをクリアするともうあと1日ということで、
ちょ、ここもね、パパッとクリアしてみましょう、僕の技で。まあ、最初の方は、あいつ動き出さないと思うんで、一応確認だけして、まあ、ちゃんといることだけ、待て、なんか目があった、今。なんでこの隙間に目があるんだ、おい。これ誰だ、これ。おい、こいつ知らないぞ、俺。ちょっと待て。動き出してるし。待て待て。え、こいつ誰、この真ん中にいるやつ。え、こんなやついたっけ、さっきまで。まさか、ボブ。ボブか。この間から覗いてるやつ。いや、でもボブはそんなことしない。ボブは人を襲わない。むしろ、俺に、カイロを渡してくれる優しいやつだ。寒くなってきましたからね。なんかすごい音聞こえる。いやー、一人いなくなってるしな、しかも。そして、ここにいるボブが気になる。誰か覗いてるよな。ボブだよな、絶対。ボブやめろよ。マジで。ボブとはまあ友達だからな。一緒にお風呂入ってなかったからな。そんな友達やだな。そんな男友達やだな、俺は。いるぞ、2B に。ちょっと待って、2B にいるぞ。え？気のせいか。え、近くいる気がする。大丈夫だよな。え？待て待て待て。ボブ、いるな、ボブは。うっ、そっちね。オーケー、いい瞳だ。待て、動き出して、まだ言わないから。あ、そして 1A も動き出してるな。4B に1人いるな。どうしよう。待て、いっぱい動き出してる。ボブも動き出した。来ないな。いるな、僕が。ボブどこ行った？ボブまだいるな。ボブそこにずっといるな。どんだけ臆病なんだ？ボブ。大丈夫か？大丈夫だね。今のところまだ大丈夫。あんま見ないとこ。あと半分か、2時か、どうしよう。大丈夫かな？見よう。いる、いる。え、これどうしてんの？これ、いいの？これで。待て、モロ見てるんだけど、俺のこと。待て、どうしよう。いいの？これで、閉まったら。いいんだよね。いいよね。ちょ、待て、もういない？オッケー。よし。よしよし、返した返した。あぶねえ。神回来た。あ、来た、なんか来た、なんか来た。うわぁ！は？ボブ？何今のボブ？ちょっと待って。ボブ、ボブ、すっげえ全速力で走ってきたんだけど、こっちまで。何こいつ？やばいやばいやばい。もうなんか、本気で人をやりに来たんだけど。そういうゲームだったっけこれ。ちょっと待って。めっちゃびっくりしたんだけど。マジか、ボブ。ボブ、そんなやつだったなんて。もう他の人形とは別の勢いで走ってきたんだけど、あいつ。おい、勘弁してくれよ、マジで。もうこのゲームトラウマだよ、ほんとに。今すぐ iPhone から消したいレベルだよ、ほんとに。ということで、今回ご視聴ありがとうございました。4日目、あいつボブがね、だいぶ強そうですが、もし次回やってほしければ、ぜひコメント欄で書いてくれたら、もしかしたらやるかもしれません。はい、ということでご視聴ありがとうございました。一個前にやったヒーローのやつは無料なんで、ぜひ皆さんでやってみて、ボイスのやつもやってみてください。はい、こちらはまあ有料なんですが、ぜひ興味があったら買ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。もし動画を楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタンを押してってね。ではまた次回お会いしましょう。ポッキーでした。バイバーイ。